町娘と兵隊の思いの宿った人形の物語でございます。どうぞゆっくりとお楽しみくださいませ。それでは参ります。ここに語るは出会いと別れの物語、再会願う乙女のまどろみ、傍ら佇む人形の舞うはうつつか幻か。百物語第2話、からくり人形小一旦、始まり始まり。第2話、これにて終幕。